こんにちは、スキャンダルのボーカル春菜です。今日は、新曲合わないつもりの元気でねの、まあ、いわゆる教則ビデオっていうのですかね、今回の曲の解説をちょっとポイントごとにしていきたいと思うんですが、スキャンダルはギターが2人いるのでマミの、ギターがちょっとメインだとすれば、私はちょっとこうリズム的な役割をしている、いわゆるバッキングっていうものをベースに弾いてるので、今日はちょっとそういうのを、特にポイントとして教えていけたらなと思いますが、歌を基本的には歌っているので、いわゆるですね、ちょっとパワーコードっていうものをメインに弾いてるんですけど、基本的には人差し指とあと薬指を使って1度と5度の音を鳴らして、弾いているのがほとんどです。基本的には2つの弦を押さえて弾いてるんですけど、まあ弾きやすいのはもしかしたら小指を使っちゃっても弾きやすいかもしれないので、私は結構3つ鳴らしちゃったりして弾いてます。はい、今回のその合わないつもりの元気でねもそれがほとんどなので、ちょっとまあ簡単だとは思うので一緒にやってみたいと思います。こんな感じでパワーコードっていうので曲が進んでいくんですが、そのパワーコードの中でもですね、いろいろとこう弾き方があったりして、結構今回の曲ではミュートっていうのがすごく重要になってきます。こっちの右手側のこの手のひらの側面を使ってもう弦を押さえちゃいます。押さえちゃって音を消す、ミュートっていうのが音を消すっていうことなので、押さえてこっちは普通にさっきのパワーコードで押さえてください。そうするとこういうすごく硬い音が鳴ります。なのでまあ、ちょっとこうリズムを出したい時とかに、緩急をつけていく役割なんですが、感じでちょっとこうアクセントをつけたい時にはこっちの手を緩めてみたいな感じで抑揚をつけていくこともあります。じゃあちょっと A メロの部分を音と一緒にやってみたいと思います。ここでいいからと信用待ちでいい、見慣れた横が見えなくなるとも、はい、皆さんミュート上手にできましたか？今までやってきたのは、まあ、基本的なことなので初心者でも、すぐできるかなと思います。でもちょっとこの曲早いのでミュートをするにも結構気合を入れてやらないと追いつかないかなと思うので、まあちょっと曲に慣れて一緒にやってみてください。エフェクター選びもちょっと重要かなと思います。クリーンの音で例えば今みたいなこういうミュートとか普通にバッキングやってもちょっとこう迫力に欠けるというか、まあ、私たちの曲とかあとはロックバンドの曲をやるときは、まあ、例えばこういうちょっとディストーション系の歪みを効かせたエフェクターを選んでやってみるとよりかっこよくなるかなと思います。はい、そしてじゃあ次はですね、そのパワーコードを使った応用編に行きたいと思うんですが、今回サビで出てくるフレーズがあるんですが、それがですねっていう、この人差し指を使って、人差し指が基本的にはベース音になるんですが、通常のところを、1個半音ずれる、人差し指半音ずれるとこういう音になります。今回の曲では
弾いてるんですが、まあ基本的にでも間違いではないんですけど、することによってちょっと音が豊かになって曲がさらにメロディアスになるかなと思います。皆さんうまくできましたか？これはですね、分数コードまたは音コードって言われるものなんですけど、例えばコード譜なんか見てると、D on G とかっていうのがたまに出てきたりするんですけど、それが出てきたら、あ、こういうことなんだなって、こういうことなんだなって思ってもらえると分かりやすいかなと思います。パワーコードでも、これは半音ベース音を下げるだけなので、簡単におしゃれに聞こえる、ちょっとお得なコードです。いかがだったでしょうか？私が弾いてるフレーズはあんまり難しくないことばっかりなので、基本的なこの、ミュートだったりとかバッキングを、パワーコードを覚えて、他の曲も弾いてみると色々と練習になっていいかなと思います。